ご覧いただきましてありがとうございます。近年、日本人メジャーリーガーはアメリカで大きなインパクトを残しています。多くの選手が海を渡る中、イチロー、松井、そして大谷翔平と歴史に名を残すような活躍を見せてくれる選手たちも現れました。しかし、パイオニア野茂英雄が現れるまで、日本人選手がメジャーに来ることは実質禁じられていたのです。いかにしてその歴史が変わったのか、今回は自身の夢を追うための強靭な意志を持った選手と反逆の代理人が複雑な契約条項の盲点をついてメジャーへの道を切り開いた驚愕の背景を紐解きます。1990年11月2日、2週間前にシンシナティレッズでワールドシリーズチャンピオンに輝いた剛速球レリーバーロブ・ディブルは、一味違うワールドシリーズのため東京ドームのマウンドに立っていました。オールスターツアーだったんだ。俺たちメジャーリーグオールスターチームと日本のプロ野球オールスターチームが8試合戦ったんだよ。いわゆる日米野球です。そこでロブ・ディブルは日本の選手たちに驚かされたといいます。驚いたし感銘を受けたよ。彼らがどれほど大きくて力強くて速いかってことに、そしてどれほどハードな球を投げるかってことにもなる。そんな中でもディブルは一人の男が誰よりもハードな球を投げることに気づきます。それは22歳のルーキーにしてパ・リーグトップの奪三振数、そしてその年の新人王と MVP をダブル受賞した近鉄バファローズの野茂英雄でした。彼がなぜ両タイトルを獲得したのか、メジャーリーグオールスターチームはすぐに思い知らされることになります。いや本当にレニー・ダイクスらとかケン・グリフィー・ジュニアとかバリー・ボンズもだけど、とにかくあのツアーに参加していた連中はみんなダグアウトで話してたんだ。マジかよって。アメリカの放送局の実況ブースでも野茂への興味がつきません。彼をメジャーで見たいですね。すぐにスターターになるでしょうし、素晴らしい仕事をするでしょう。ビッグクラブの面々はすぐに彼を欲しがるでしょうね。ただ近鉄バファローズが彼を手放すとは思えませんけど。ロブ・ディブルは続けます。彼にメジャーで通用するだけのタレントがあるかと問われたランディ・ジョンソンは、間違いないって言ってた。で俺も言ったんだ、いいか、彼だったら地球上のどのリーグだって投げられるぞってね。ただ厳密に言うとそれは事実ではありませんでした。野茂にはメジャーで通用する才能があったかもしれません。しかし彼には自由がなかったのです。当時日本の球団は選手を完全にコントロールしていました。そして長きにわたり選手の誰一人としてそのシステムに疑問を呈すること、チャレンジすることはなかったのです。野茂は子供の頃から常にチャレンジを続けてきました。1997年 NHK のインタビューで自らの子供時代を振り返っています。大阪の下町で工場の多いところで育ったんですが、放課後は工場の大きな壁に向かってボールを投げていました。毎日どうやったら速いボールを投げられるかって。そしてより速い球を投げるために野茂はユニークな投球フォーム、唯一無二のトルネード投法を編み出します。それは父親とキャッチボールをしていた際により速い球を投げ父親を驚かせたいという思いから生み出されたといいます。そして野茂が二十歳になる頃には日本で最も注目を集める若手ピッチャーの一人となっていたのです。オリックスからメジャーへの道を進んだ長谷川茂俊は、日本では 2,3 回野茂と投げ合ったことがあると思うんだけど、正直言って嫌だったね。彼の防御率は2点台だから。グラウンドで競い合う二人ですが、グラウンド外では親交を深めます。彼らは間もなくして同じゴールを持っていることに気づきました。メジャーリーグで投げることです。それについてはいつも話してましたね。いつか俺たちはあのマウンドに立つんだって。あの頃は90年代だから誰もそんなことは考えていなかった。ただの夢みたいなね。他のチームメイトなんかはアホなこと考えるなよって、そんなことできるわけないだろって感じでした。メジャーへの夢をアホみたいなことと言わしめる一つの理由、それは野茂も長谷川もそして彼らのチームメイトたちも皆村上正則のストーリーを知っていたからです。1960年代日本のプロ野球は有望な新人選手をより成長させるため彼らをアメリカのマイナーリーグに送っていました。南海ホークスの期待の若手ピッチャー村上正則もその中の一人でした。そして1964年村上はサンフランシスコジャイアンツからコールアップされメジャーのロースター入りを果たします。
村上にとっては夢が叶った瞬間でした。クラブハウスでね、みんなチームメイトが寄ってきてくれて、おめでとうおめでとうおめでとうって言ってくれたんですよ。シーズンが終盤に近づく頃、サンフランシスコジャイアンツは村上をチームに、アメリカに留めるように動きます。そしてジャイアンツは1万ドルのチェックを村上の保有先南海ホークスに送ったのです。しかしホークスはこれを騙された、裏切られたと感じ、激しい怒りを覚えます。ジャイアンツはホークスの若手選手の成長を助けるはずで、選手を奪うはずではないと。村上は日本のメディアから強欲な裏切り者と攻撃され、そのプレッシャーに耐えきれず、チームからの帰国要請を受け入れ、1966年日本に戻ることになります。村上のアメリカンドリームは終わりを告げ、ベースボールの歴史の中に埋もれていきました。日本プロ野球の慣習、しきたりにあがらうことは許されなかったのです。そうして日本に戻ったものの、アメリカを去る決断をしたことは正しかったのか、かの地に未練を残す村上からその思いが消えることはありませんでした。もうね、本当に寂しくてね、外で友達と飲んでいた時に霧のサンフランシスコが流れてきてね、そしたらもうバーの女の子が、え、泣いてるのって。友人はアメリカに戻してくれるようフロントに掛け合うべきだとアドバイスを送ります。いや、もう約束したから、でも本当はアメリカでプレーしたいんだ。この村上の一件で日本プロ野球のオーナーたちはアメリカメジャーリーグとの間に壁を作ります。寛容だった選手と文化の交流は終わりを告げたのです。1967年、日本プロ野球とメジャーリーグは両者の共存共栄を図るため、紳士協定という名目のもと、両国の選手の引き抜きを基本的に禁じる日米協定を結びます。以降、長く日本からアメリカに渡る選手が再び現れることはありませんでした。